水で割ったパスティスパスティスの一名柄アンイルパスティスの一名柄リカールパスティスはフランスのリキュールの一種パスティスはもともと苦いヨモギを加えて作る構造系リキュールアブサンの代替品として生み出されたパスティスの名は製パスタイザーに由来するスイスでは1907年にフランスなどでは1915年にアブサンの製造流通販売が禁止されたため 1932年に、ポール・リカールによりアブ酸の製法を改良して、リカールが作られた。その後、ペルノー社など、アブ酸製造元であった多くのメーカーで製造されるようになり、現在に至る。マルセイユ産のスターアニスと、リコリス、フェンネル等のハーブにより風味付けされている。アルコール度数は40から45度と強く、甘口だが、強烈なアニス風味が特徴。 特にフランスのマルセイユで作られ、アルコール度数45度以上かつ、アニスが1リットルあたり2グラム以上含まれるものには、パスティスでマルセイユと表示されることが認められる。フランスでは特に南部地方を中心に食前酒として、愛飲されてきた。一般に氷や水で割れるか、シロップを加える、カクテルに用いるなどして飲む。緑色のアブさんに対しパスティスは、琥珀色だが、 アブサンドー用水で割れると白濁する。イギリスの作家ピーター・メール著のエッセイ、南仏プロバンスの12ヶ月の中で紹介されてから、特に有名になった。ありがとうございます。